はい、こんにちは、ゾロです。さあ、今回はですね、スマホからね、このカメラ、写真っていう世界へ一歩ね、踏み出そうかというふうに興味を持たれている方に、少しお話をしていこうかなと思います。で、これもね、まあ、以前から少しね、話はしているんですけど、まあ、APS-C のね、モデルがいいよとかね、例えばニコンでいけば Z50 とかがいいよとかって言ってたりもするし、フルサイズ機ね、例えばニコンであれば Z6 とか Z7 とかね、ああいう型落ち、まあ中古で、少し安くね、コストを抑えて、フルサイズ機に一気にいっちゃうのもいいよとかっていう話もね、まあたびたびしてきてはいたんですが、今回ね、私が今一番、楽しんでるカメラといっても過言ではない、このルミックスの GX7M3 ね、と 15mm のライカレンズのこのマイクロフォーサーズのセットね。このマイクロフォーサーズというのがですね、実はスマホからね、この写真カメラっていう世界に最初に踏み出すところとしては、もしかしたら一番いいんじゃないかというふうに、ちょっと思い始めてるんですよね。で、それがまあなぜかというとですね、もう一番の理由は、やっぱりコストパフォーマンスだと思うんですよ。あと重量感とかコンパクトさね。まあそういったところを、まあ、見ると、マイクロフォーサーズいいんじゃないかというふうな感じなんですよね。で、今結局なんだかんだ言って今私がこうマイクロフォーサーズのこの GX7M3 ね、これに行き着いたのと結局なんか同じ理由なのかなって気もしないでもないんですよね。で、実際スマホでも綺麗な写真って撮れるじゃないですか。ただ、最近のスマホの写真って、まあこれも以前から言われてますけど、ソフトウェアの処理がちょっと入りすぎてる気がするんですよね。で、一見こうなんか映えるような写真、もしくは、なんていうかな、失敗のない写真って言ったらいいのかな。なんかこう、そういった写真っていうのが、まあ、簡単に撮れてしまうと、ソフトウェアの処理の方で補正が入るって形なんですよね。で、それが、ちょっと行き過ぎてるなっていうのは、ちょっと前々から感じてて、で、実際同じ場面ね、例えば風景撮りとかで同じ場面、で同じところに立ってね、スマホで撮るのと、例えば、私が持ってるね、以前試したのだと Z7 と 28mm かなのレンズ使って同じような感じで同じ場所からね撮ってみると、あの写り方がやっぱり変わるんですよね。で、どちらかというと見た目に近い印象なのはやっぱりカメラで撮った方、専用のカメラ Z7 とかで撮った方の見た目の方がより実際の自分の目で見てる見た目には近いんですけど、ただ写真として見た時にどちらが綺麗に見えるかと、パッと見ね、どちらが綺麗に見えるかって言われたら、スマホの方がやっぱり綺麗になんか見えるんですよね。それってやっぱりなんかうまくソフトウェアの方で処理されて補正されていて、例えばハイライトシャドウなんかがいい例だと思うんですけど、ハイライトの白飛びしそうなところはきっちり抑えていってくれるし、暗部のね見えにくいところなんかは、まあ、適度に持ち上げてくれてるなんてのが非常に分かりやすい例かと思うんですけど、やっぱり写真として見やすい写真になってるし、パッと見、なんかすごくビビッドな感じで、綺麗だなって一瞬思えるようなやっぱ写真になってるんですよね。ただ実際に見えてるもの、記録としてそれを捉えていいのかって言われるとちょっと微妙ではありますけど、やっぱりスマホにはスマホならではのこの写りの良さ、まあ写りの良さと言ったらいいのか、出てくる写真の綺麗さみたいなところがあって、そういったソフトウェア補正ありきで出てきてる、まあ、写真なわけですよね。ただそれがやっぱちょっと行き過ぎてるというところがやっぱ自分はあるんじゃないかなと思っていて、やっぱ写真っていうものにこだわり始めちゃうと、どうしてもスマホで撮ってる写真っていうのはやりすぎてる感がちょっとあるんじゃないかなと思い始めるんじゃないかなと思うんですよね。で、より、
なんていうかな、今とりあえず今こう自分が肉眼で見てるものと、同じように撮れるのがやっぱり一眼のカメラとかコンパクトデジカメもそうだし、ただカメラ専用機だと思うんですよね。でその上でそこから自分なりに、なんか絵を作っていくっていうようなところを、まあ試行錯誤したりなんだりっていうところが楽しいのがやっぱカメラだと思うんですよね。でそうなってくると、で実際スマホで撮ってみてね、まあスマホでずっとそのまま撮り続けてね、何の不満もなければいいですけど、これちょっとなんか、違うんじゃないかなと思ったりね、もしくは実際にこう一眼のカメラとかで、ちょっと写真っていうものを楽しんでみたいなっていうふうに思ったりとかね、っていう形で、やっぱりその何がきっかけでそうなるかわかんないんですけど、そうなった時の選択肢としてマイクロフォーサーズがね、やっぱいいんじゃないかなということなんですよね。で今現状ちょっと残念ながらですね、マイクロフォーサーズのこの、機種ね、特にまあルミックス、今回ルミックスにちょっと絞りますけど、ルミックスに関しては今ちょうどこれ入れ替え時期なのかなっていう感じが見受けられるんですよね。でフルサイズの方の S5-2 でしたっけ、あれで増面操作入りましたよね、 AF の方にね。で今回 G9 プロマーク2ね、これが出てきて、こっちにも増面操作が入ったということを考えると、で今ね、例えばルミックスのこの、マイクロフォーサーズ のラインナップ見ててもですね、いわゆる写真がメインとして売り出されてるモデルって、軒並み生産完了になってたりするんですよね。 G99 もそうだし、私が今使ってる GX7M3 ね、これ中古で買ったやつも今在庫禁止ってなってますけど、実際もう終了したような状態ですし、で GF10、GF90 もこれも生産終了ですしね、なので新品で買えるモデルって今ないんですよね。ただこの G9 Pro とか、さっき言った S5-2 とかの増面操作を搭載してきたってところを見ると、今これからね、この辺の下位のエントリーのモデルもリニューアルして位相差 AF 積んだモデルが多分出てくるんじゃないかなって自分は今予想してるんですよ。じゃなければこんなに一斉にこう生産終了になるってことは多分ないんじゃないかなと思うんですよね。で G100 に関してはこれ Vlog 機っていう風に歌ってるので、まあ、どちらかというと動画ですよね。なので、まあ、写真ももちろん楽しめますけど、これはこれで一応ラインナップとしては残ってますけど、一応やっぱり Vlog 機ってところもあるので、写真を楽しみたいっていうところの観点でいくとちょっと選びづらいというかね、ちょっと違うかもしれないっていうところは、まあ、ちょっと検討してた方がいいのかなって気しますけど、特にねやっぱりこのコンパクトさ、まあもちろんその G9 Pro とかになっちゃうと、あの重さとかね大きさに関してはもうフルサイズ機と変わんなくなっちゃいますけど、特にこのエントリーモデルね、真ん中から下ぐらいのモデル、特に私が買った GX7M3 なんかは非常にちょうどいいかなと思っていて、スマホよりもまあちょっとこの面積的には小さくなると、ただまあレンズがくっつく分ちょっとね、全体的な体積としては大きくなりますけど、非常に、コンパクトだし重量も軽いしね。で今スマホって普通に買おうと思ったら、まあ、新品だと10万超えてくるじゃないですか、もうどんどん値上がりしていってね。でマイクロフォーサーズの機種であればですね、10万だとちょっと厳しいかもしれないですけど、大体スマホ買うような値段で、もしかしたらそれ以下で、カメラ専用機っていうのは買えちゃうわけですよね。しかもこの、レンズ交換式のね、例えば私が今回買った GX7M3 とかだと、レンズと、ボディ側ね、まあ、両方とも中古ですけど、合わせて11万5千ぐらいだったかな。ぐらいなんですよね。でスマホの iPhone Pro とかね、最近15が今ね発表になって今日発売だったのかなになりましたけども、ね、下手したら20万とかってなりますよね、スマホはね。っていうことを考えると、もう下手したら、まあ、こういった一眼のねカメラの方が、安く手に入るという、今ちょっとなんか逆転現象がちょっと起きてるような感じですよね。なのでなんていうかな、マイクロフォーサーズに関してはやっぱりその
サイズ感、重量感、あとは画質ね、画質もやっぱりこの特にそのライカレンズを使えば、ズミルクスなんか使えばですね、非常にいい絵が楽しめると。でなおかつそのやっぱり私が一番推したいのは、写真を撮るっていう、その出てくるアウトプットだけじゃなくて、写真を撮るっていう行為ね、実際にシャッターをこうパシャって切るっていう行為で、そこに至るまでのプロセスね、これを楽しめるというのがやっぱりカメラ専用機ならではだと思うので、もちろんそのなんていうかな、実際にこのカメラを持ってね、カメラを実際持ってで手にね、このカメラの重さを感じながら、じゃあどういうアングルにしようかなとかっていろいろ試行錯誤しつつ、じゃあ一枚写真をパシャッと撮ってみて、じゃあどうなのかっていうね、そういった、写真を撮るっていう、行為始まりから、実際アウトプットとして写真が出てくるまで、その間全てを、楽しむことができるっていうのがやっぱりこのカメラ専用機の良さだと思うので、スマホでパシャって撮って、終わりっていうのでは味わえない楽しさっていうのを味わうことができるっていうのが、やっぱり一眼のカメラの面白さ、楽しさだと思うので、そういったところにね、ちょっとね足をこう踏み入れてしまうと、で気づいてしまうとね、もうどんどんカメラが楽しくなってきますんで、ぜひねスマホで、満足されてる方は問題ないですけど、ちょっとでもね、一眼のこの専用カメラ専用機ね、なんかちょっと興味あるなって思われた方はですね、ぜひマイクロフォーサーズの機種をね、選ばれたらいいんじゃないかなと思いますね。さっき言ったみたいに、そのサイズ感、重量感、コンパクトさね、でなおかつやっぱレンズとかもやっぱり安いですし、フルサイズ機とか APS-C 機に比べればね、でボディはまあ当然ピンキリなので、まあいろいろねあるので、お好みで選べていただければいいですけど、やっぱりレンズがね、フルサイズ機に比べるとだいぶ安いんで、下手したらフルサイズ機の大3元、24-70 の例えば F2.8 なんかを1本買う価格で、下手したらこの単焦点、ライカのズミルックスの単焦点全部は無理か、今私が持ってる 15mm 換算 30mm とか 25mm とか 42.5 とか 9mm とかね、なんかこの辺の単焦点 4,5 本はね買えるんじゃないかっていうぐらい、やっぱりコスパはすごくいいと思うんですよね。ただね、やっぱり画素数がね、まあここ最近のカメラって高画素の方にどんどんなんか振っていってますけど、で iPhone なんかもね、今最新の15だと4000万画素超えてくるのかな、ちっちゃいセンサーでね、うん、やっぱり画素数がね、流れ的にはなんかどんどん増えていきそうな今流れにはなってるので、それ考えると現状のね2000万画素っていうのはちょっと一昔前っていう風な感じも受けるかもしれないんですけど、写真なんかはね特にそうですけど、その画素数だけでは決まらないっていうところがまた不思議なところなので、でましてこのライカのレンズを使った時の描写っていうのはですね、その高画素機で例えばに私が使ってた Z7 もそうだし、今使ってる Z8 と、50mm の F1.8 とかね、 Z で撮った時とは雰囲気の違う絵がね、またこのどっちがいい悪いとかじゃなくて、これ好みになっちゃうんであれですけど、やっぱ雰囲気の違う絵が、私はもう個人的にはそのライカのレンズで撮った 15mm のレンズとこの GX7M3 で撮った絵っていうのはですね、やっぱすごくいいなって思える感じのね、色合いの写真、雰囲気の写真が出てくるので、やっぱりマイクロフォーサーズなんかセンサーちっちゃいからっていう風に思いがちですけど、やっぱりセンサーの大きさだけでは決まらない、まあこれもね前回の動画とかでも言ってますけど、まあそういう面白さがあるので、コスパであったりね、さっき言ったみたいにサイズ感、重量感っていうところを考えると、スマホから次へってどれ選ぶかってなった時にマイクロフォーサーズいいんじゃなかろうかと思うわけですよ。はい、てな感じで、やっぱり一通り使ってみるのって大事ですね。はい、私これまで結局マイクロフォーサーズは使ったことなかったんですよね。コンデジはアレックス100M7 使ってたし、 APS-C 機も
ね、Z50 使ってたし、で、フルサイズ機は今使ってるしね。で、考えると、やっぱりマイクロフォーサーズで実際使ってみて、で、物を買ってみてね。で、どう感じたのかっていうのは、これ実際にそういう行為を行って体験しないと、わからないことかもしれないので、実際にね、まあ、そのスマホからの次の一手として、マイクロフォーサーズ機、非常に自分はいいんじゃないかなと思いますので、興味のある方は、まあ、検討されてみるとよろしいんじゃないでしょうか。私今この 15mm レンズ買いましたけど、なんか別のレンズもねちょっと欲しいなって今ちょっと思い始めてるぐらいなの で、しかもねその Z のレンズみたいな価格までしないですからね、もう少し安い価格で全然買えちゃいますからね。はい、なんか一通りなんか揃えたくなってくるような感じですよね。はい、っていうくらいなんか不思議な魅力を持ってますね。特にこのライカのレンズがそうなのかな。はい、まあ、ルミックス の色合いね、色味なんかもやっぱりすごく、まあ、ニコンとは比較的近しい感じなのかなって印象もあるので、まあニコン使っていらっしゃる方もそうだし、ニコンのカメラにちょっと興味のある方、今スマホで撮ってるけどねっていう方も、ニコンに行く前にマイクロフォーサーズ系のリミックスなんかを試してみるっていうのももしかしたらいいかもしれないですね。はい、てな感じで、今回はですねマイクロフォーサーズ機俺はいいぞというお話でございました。はい、ってことでこんな感じで今回の動画終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。